こんにちは、柳沢です。今回は当て返しの手筋を見ていきたいと思います。まあ、当たりに対してこうただただつなぐのではなくて、まあ、当て返すというのはね、まあ、実際これ見ていただいた方が早いかなと思いますので、まず左から行ってみたいと思います。まあ、白がここにね、切る手が目につきますよね。まあ、これ当たりに対してこうつないでしまいますと、こう下がられて、まあ、こちらの2子がね、もう危ないんですよね。はい、ということでこれはこちらからね、当て返すということになります。で、まあ、取ればまた当たりしてつないでもカケツギとかでね、まあ、この1個取られただけで大したことないですよね。黒は外側の形が整っていきます。で、じゃあ白がここでですね、切って当てた時に伸びてくれば、まあ、黒はさらにこう張っていく手がありますね。で、まあ取りなら結局、まあ、こうね、絞っていってやっぱり黒いいですよね。はい。まあ、今度はちなみに白が繋いだ時に黒がもうね、外側の断点を守る必要はないので、これむしろさっきより黒が良くなってるんですね。はい。で、まあ、白がじゃあ、どんどんこれ出てきたら、まあ、この辺でこっちからね、跳ねていきまして、またどんどん出てきたら、まあ、ここまで来るとね、もう繋いじゃうこともできますね。はい。まあ、こう来ても、まあ、これ伸びててもいいかもしれないですけど、まあ、こうやって、こうね、絞って、こうぐるぐる回してね、はい、この白をね、つないでもこれで、はい、取ってしまうことができますので、まあ、白は結局こう最後までね、この黒地を破ることはできないんですよね。結局どっかでここにね、戻らなきゃいけなくて、はい、こう当てれるということで、黒はまあ外側がまあ整うということですね。さあ、続いて右側に行ってみたいと思います。この形は黒伸びればね、普通ですけれども、そうすると白こう滑りとかで受けまして、まあこれ普通なんですが、まあ、黒はこれよりもっといい手があるということですね。つまりこれは飛びの方がいいんですね。はい。まあ白が同じように来れば、当然黒はね、こう一歩先に進んでいるので、この形だとね、まあ例えば飛びの、まあ、桂馬とかでね、こう白がだいぶこう楽に進出できるんですけれども、こうなってるとね、こう白のこう出てくるのをね、止めることができやすいですよね。で、問題はここに当ててきた時なんですが、これをもう間違ってもここに繋いではいけないですね。はい。まあこれは出られて、これは何やってるかわからないわけですけれども、これはこう当て返すというのがね、正しい手ですね。で、ここ取られても別にこれ、まあ、つなぎぐらい打ってても、ここ全然大したことないんですよね。はい。白はもう行き止まりみたいなところなので、はい。こっち側がもう完全にね、止まってしまうので、これ、白が良くないですから、まあ、ここでですね、白もこれ取らずに結局、つなぎの方がいいかもしれないですね。はい。これでまあ、つなぎなら、まあ、一間飛びとか、まあ、こんな感じで、こちらの方により早く出れる方がいいので、はい、こっちの方がいいですが、まあ、黒も正直に継ぐんじゃなくて、例えばこれ、桂馬とかでね、こう構えていって、はい、いい形になりますよね。こう単に伸びていくよりも、こちらの方がいい形になります。さあ、続いて左側は、これはどんな形かと言いますと、白がここに打ってきたら黒はどうするかというテーマなんですね。これももちろん、こう、繋ぐんでは、まあ、出とか、こう、抱えとか、打たれても黒がね、ちょっと重苦しい形になっていきますので、はい、これは、こう、当て返していくというのが正しいですね。はい。取ってくれば、まあ、例えばですね、この辺に、こう、つけを打って、こう、取り返した時にね、はい、まあ、白は、ここ抜き込まれると痛いので、まあ、受けぐらいになりますが、そうすると、まあ、伸びておいて、これ全然大したことないわけですね。はい。もともとの形から白が、まあ、ここに割り込んで、押さえて、繋いだみたいなね、はい、形ですよね。こんな白強いところからさらに一手かけて、はい、あんまりこれ、何もでかしてないですよね。さらにここ切っても、この1目は全然大したことないですね。これ捨てられちゃって、はい。白はここを狙ってもしょうがないところなので、はい。非常に小さいですね。ということで、まあ白からもここは手を出さない方がいいということになりますし、まあ実際やってきたら黒は、まあこれがね、はい、正しい受けだということですね。こういう形は非常に実践でよくできますね。さあ次に右側ですが、まあこの形からね、よくできるんですけれども、こう一見詰めていって、白がコスミつけたときに、黒がこう桂馬に外していくという手が、まあ有力な一つの手なんですね。で、この時に、まあ白は普通こう押しぐらいになるんですが、ここで跳ねてきたらどうするかということですよね。で、押さえたらまたこう当てられて、なんか黒がね、嫌な感じがしてしまうかもしれないんですけれども、もちろんこれ継がされると8三角になってね、黒辛いんですが、これはこっちからね、はい、受けて、まあ抜きに、まあこう当てていくと。いうことですよね。で、つないだら、こう、羽が引きまして、なんかこれ黒すごいスッキリしたいい形になりますよね。はい。これ全然黒の形が崩れていないですね。
しかもなんかちょうどねこの羽がカケツギの形になって先手で守れていて、はい、逆にこれ黒がぴったりとしたさばきになります。まあ、または、よく似た形としてはですね、こういう形でも同じですよね。ここで黒は、守る必要がないですよね。白からこう跳ねてこう切られたらやっぱりこっちから当て返していって、はい、そしてこう跳ねていくということでさばき形になります。またはこの時にこんな風にね打った実戦例もあるんですね。まあ、これも羽に対してこう墨つけていって形を作ろうということですよね。でまあここに、まあ、白がなんか当たりしてきてもこれ繋いじゃうといっぺんにね形が崩れてしまうんですね。空き三角になっちゃうんですが、ここに当て返していってそして当てて、そして羽でやはりさばいていくということなんですね。ということで、まあ、白もあまりこれ以上手が出せないということで、はい、まあ、このなんかねちょっとかなり黒が薄いような気がするんですが、こういう手も成立するということですよね。これはやはりこうただ伸びっていうのはね、ここにちょっと黒石がねいっぱい集まりすぎて、はい、効率が悪いんですよね。こういうふうに、はい、軽快に打つ手があるのであればこっちの方が勝りますね。続いてこんな黒石の逃げ方においても当て返しの手筋というのが関係してくる図があります。ここでこうつけていきまして、そしてこう飛びというのがね、いい形なんですね。これつけ伸びですとちょっと足が遅いんですよね。なんかこれこう引っ掛けられる手とかが怖いですし、なんかこう押された時にねあんまりこの辺に黒が受けれなくなっちゃうという感じになってきますよね。これ1個、まあ、違うだけでねこうだいぶこう上の進出が違いますので、はい、まあ、こちらに打ちたいんですね。で当ててきたらやはりこう当て返して、そしてまあかけついでおくということで、こちらの方がより中央へのこう進出が早いということですね。はい、またここでこんな風に来るのはですね、繋いでおいて、まあ、こうやっても、切りましてね、はい、まあ、こっち助けるとこの切りがありますので、はい、これも黒大丈夫ということで、まあ、この飛びがね成立するということですね。さあ続いてはこんな形で、まあ、黒がねしっかりとここに跳ねて、まあ、ここはいい形で固めてあるんですが、白がねさらにここに跳ねてきたらどうするかというのが問題です。ここで黒はこう跳ね返していくというのが正しい応手になりますね。で切ってきた時にこれも繋いではいけませんね。繋いだ時点でやっぱり形崩れてるし、まあ、例えばねこの覗きからまあこう当ててこう出ていくみたいなね手筋がありまして、まあ、この辺破られちゃいますよね。はい、ということで、これはやはり当て返しが正しいですね。はい、で鳥ならばこれ伸びておいてもうなんか白を丸ごと飲み込んじゃうというような形にすることができますね。まあ、ここでね黒伸びとかですと、まあ、例えばこの覗きから桂馬とかで進出されてしまいますし、まあ、切りというのもですね、まあ、ちょっとこれ利かされなんですね。まあ、こっちの当たりかこっちの当たりか、どちらかね、まあ、白一旦ここで保留するかもしれないですね。はい、まあ、でもこういうふうに決められたとしてもこれまた硬いところからさらにこう硬くなってて、まあ、この辺の白はねちょっと役立ちそうですから、何かとこの辺にねつけたり、まあ、これすぐやるかどうかは別として、何かと、はい、この辺にこの味がねできていきますので、これは黒ちょっと屈服してる感じなんですよね。やはりこれは跳ね返していくというのが、まあ、この白のね、まあ、ちょっとこれ無理手なんですよね。はい、この手を咎めていく手として、いいですね。では最後に2つ実戦でよくできそうなこういったね黒の石をさばく時の打ち方について見ていきたいと思います。まあ、まず右からいきたいんですが、まあ、この黒はなんか一見にこう飛んで逃げていくっていうのは白にねこう追いかけられて、なんかただただ逃げるだけみたいな感じの手を打たなきゃいけなくて、まあ、ちょっとこう足が遅いんですよね。これはやはりこうつけというのが、まあ、正しい手になりますね。で跳ねた時に伸びっていうのもやっぱりちょっとこう鈍重な感じなんですよね。はい、ここで二段バネしていくというのが手筋ですね。そして切ってきた時に当て返すという形ですね。で取ったら、当てて繋いだらこうかけついていくということで、これだいぶこう中央にね、進出が早いですよね。やっぱりこう白にこう上からかぶせられて攻められていくっていうのはね、黒一番息苦しい展開になりますので、この1目を捨てるぐらいはね全然大したことないですよね。こっち側に出ていく方がはるかに価値が高いです。まあ、ということで、白も、まあ、ここでですね切らずにこう冷静にこう伸びていく方がいいかもしれないんですけれども、まあ、そうすると例えばカケツギぐらい打っておいても、
まあ、単に一辺に飛ぶよりもこちらの方がいいですよね。でここは常に当たりされたらもう当て返す体勢ですね。はい、もうこのねつけて二段バネして切りに当て返すっていうのはさばきの時に本当によく使う手筋なので、はい、ぜひこれは押さえておきたいですね。さあ最後はこんな形の黒の打ち方の例をね見ていきたいんですが、ここでですね黒、まあ、上に何かね、まあ、白になんかこう上からかぶせられると苦しいので何か出ていきたいんですけれども、こう桂馬するっていうのは普通の形に見えてこれはあまり良くないんですね。これ白ここに打つ手が非常にいい手になります。まあ、これ耳っていうんですけどね、この石に対してこう両側から迫ってて、さらにここも大ゲイマでいい形ですし、これ黒ね結構しびれるんですよね。一見飛びするとこの付け越しとかが非常に黒薄い形になりますし、うん、まあそれもなかったとしてもこの辺に打たれてもね、なんかこうダメをたくさんこう繋がらなきゃいけないみたいな、はい、ちょっと黒面白くないですねこれ。はい、ということでここに打つというのが、まあ、一つのいい形になります。これをチキリ飛びというふうに呼びます。これわざとね狭間を開けているわけですけれども、もちろんここに来られた時の対策は持ってないといけないですね。はい、まあ例えば一つはここにね打っていっても白はこれなかなか追求できないですね。でまあこんな感じの受けになれば別にここ切れないですよね。そうするとここに打った手が白空振りになりますので、はい、怖くないというのと、まああと一つはですね、ここにもう直接的にこう出て切ったと、しまして、まあまずここもちょっと白逃げ方が不自由っていうのもねまずあるんですけれども、はい、まあ仮になんか無理やりこの辺に打ったとしても、この付け越しもね、狙いとしてあるんですよね。はい、まあ付け越してこう切ってね、まあこっちもちろん取ったらこの切りからね、主張になっちゃいますし、まあ繋ぐとこの羽がね打てて、まあ例えばこんな感じで打ってもですね、この下がりでかいですよね。この根拠を持ちながら、黒地をね得ることができますので、まあ、この辺ちょっと手順がいろいろあるんですけどね、はい、こう羽から打ってこう付け越すとか、まあいろいろ考えられるんですが、とにかく、ここに黒石が来ると、まあ、この付け越しがね狙える体勢になりますので、まあ、その意味でも白ちょっとここには打ちにくいということで、はい、じゃあ例えばここで白がこの辺触らずにこっちの方から迫っていったとしましょう。はい、そこで黒はこうつけるというのが形になりますね。で跳ねた時にこういう手は良くないですね。こうじゃなくてこう膨らんでいくということですね。そしてもちろんここに当ててきたら繋がないでこう当て返していくということですね。はい、もうこれおなじみの形になってきましたね。はい、まあ、取ってくればまあ、他にコウ立てがなんかいいのがあれば他のところに打つ手もありますけれども、まあ、例えばね、そばコウですよね。部分的に、はい、ここをコウにしていって取り返して、はい、でまあこう叩いて、はい、でまあなんか駆けついておくみたいな、はい、こんな感じで形を整えていくことができますので、はい、ここに当ててくるというのは、まあ、そんなに恐れる必要がないということなんですね。ということで白もまあ一旦伸びぐらいになる可能性が高いですけれども、まあそれでまあなんかねここら辺にちょっとくつろげていってという感じで、もうこの当てにをとにかく常に当て返す体勢ということですね。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあこの当て返しがね打てるかどうかでもう使える作戦がですねかなり変わってくるんじゃないかなと思いますね。まあ、最初のこの形とかもですね、これ普通はなんかこう守ってしまいそうなんですが、切られてもどうってことないっていうのが分かっていれば手抜きしてね、他のもっと価値の高いところに先行することができるわけですね。ということでこれ本当にね、あらゆる場面で大事になってきますので、ぜひ身につけていっていただきたいなと思います。はい、ということで今回は以上になります。この動画が良かったらいいねボタン、チャンネル登録をぜひお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。